号で。いけるかい。一応ネタ的になってるけどね。続いて生駒市のペンネームまさし。ターネのライブを見に来ていたお客さんの内訳ランキング第3位はパパママ。両親が来てくる。多いな。何人おるのパパママ。2人やろ。続いてターネのライブを見に来ていたお客さんの内訳ランキング第2位は友達100人。そんなにおるかな俺。そんなおらへんな。さあいよいよターネのライブを見に来ていたお客さんの内訳ランキング第1位です。第1位は桜。あ、桜かい。桜かい。桜かい。俺もうかきたれぐらいまで飛ぶんかな思ってドキドキしたわ。お前な焦るよな。ちょっとドキドキした。全然フィクションやけど焦るよな。これな全然フィクションよ。泉大津市ペンネームひとみ。テレビを見ていた高山さんと種浦さんの会話。うわ大塚ねね結婚やってええー、なあ。三代目魚竹あいつ俺らも大塚ねねみたいな子と結婚したかったのにな。そやな可愛いな大塚ねね。俺も彼女にしたいな。でもな結婚するとなったらちょっとちゃうねんな。んおいターネ自分の奥さんに大塚ねねは違うんか。そうやな一生そばにいてほしいという意味ではな大塚ねねよりもな。ほらおるやんあの高山あの子ほら今ブラザーズとかにもほら出ててあのほらあの人気のあの子やん誰やったっけなあそうそうすやすや思い出した。みのもんたみのもんたかよ。すごいうまいこと使ってんな。これはうまい。君のモンタージュがミノモンタになったでしょ。ほんすげえ。ほんまにミノモンタージュあるんかなた。すげえちょっと感動した。奥さん違うよ奥さん聞いてんの奥さん小松さん行くから待っててね。これは本物のミノモンタージュ。またまた大塚ねねネタでございます。豊中市ペンネームヘンゼルとグレイのテル。大塚ねね電撃入籍で芸能リポーターが大塚ねねさんのお父さんにインタビューしました。お父さんこの度はご結婚おめでとうございます。突然でびっくりされましたでしょうね。ところでねねさんって小さい頃はどんな女の子だったんですか。この子が遠足の時にねうちのお母ちゃんが作ったおにぎりが日本一美味しいって言ってみんなに言ってくれたそうです。親父の私も嬉しかった。ほんまかいな。ほんまかいなそれ。お父さん西川清じゃったんや。お父さんびっくりするわ。めちっちゃなったな娘さんになったら。あらそうですか。かのこちゃんに絵を追ったんですけどね。あそうですか。今日の CD おぎりは以上でございます。大阪の人やったよな。このような感じで、CD おぎりのネタを皆さん考えて送ってきてください。宛先です。郵便番号 530-8640 大阪中央郵便局支箱 1343NBS ヤングタウン木曜日 CD おぎりのコーナー。あかんもう一回最初からやり直そう。もうええわもうええわ。今最後ちょっと噛んだからもう一回やり直そう。もうちょまあまた CD おぎりのコーナーどうやろうかもうええよね。はい、文字の宛先を郵便番号 530-8640 大阪中央郵便局支局1343NBS ヤングタウン木曜日 CD 大喜利のコーナーまでおはがき待ってます。あ疲れたもんちょっとゆっくり休ませてくれって書いてみんなもこの曲聴いてゆっくり休んでください。種原またを遊ぼう。もうええわ。だけど未来は僕たちのこの手
手で描こう。ポケットの中にある小銭が少し夢を買おう、小さな夢をそして育てよう。口笛吹きながら本気でやってみた。夢中になれた時もっと好きになっていた。はい、これファックスネームがフラジャイルロッキングチェア、チェアコーですね。高山さん、タネ、あっくん、こんばんは。こんばんは。私はすごいシャランキューのまこっちゃんが好きなんですが、フジテレビのアナウンサーと結婚するというのを今友達から教えてもらいました。すごいショックです。今日いっぱいテレビでやってたよ。やってたな、皆さんもいい年になってますね。あっくんはちゃうんだね。俺まこちゃんと一緒にどうしたの俺ら、そうやんな、皆さんは何歳ぐらいで結婚したいですか。私は皆さんがヤンタンを降りないうちに結婚したいです。というわけでシャランキューファンの皆様、まこっちゃん結婚記念として飲みに行きたいんです。少しでもお金が欲しいのでよろしくお願いします。なるほどな。飲みに行く、飲みに行くは弱いな。飲みに行くんか、あげなあかん。いやー、なんぼかもうやんでやろ。なんでそんなん言うの。でも一人に1万5870円だよ、だしな。ああそうやな。あね、ちょっとね、さっきそっち読んで、そっち読んで、ご注文か。まよちゃん16歳、だね、高山さん、あっくん、そしてココナッツの皆さん、こんばんは。こんばんは。見つけました、ニューココナッツの欠点。詩、曲、歌詞、いい感じ。奥さん、永原さん、百歩さんのリコーダーソロもジンとくる。お卒業式で歌うみたいで、なんかごっつい。でも、そう、メインボーカルや。メインボーカルのやる気がどうも見えへん。何やる気のなさそうなあの歌い方、目音気取りと違いすぎ。目音気取りがごっついちゃんとレコーディングしてます。ちゃんと入れてる。一晩かけてますからね。リーダーやのニュートはいまいち。でもお笑いをやらせたら完璧。いや完璧じゃないよ。なんかスマップの中井ちゃんみたい。もしかしてココナッツ乗っ取ろうとか考えてんのちゃう。やっぱりココナッツにはこうなると歌担当が必要だと思うんですよ。ということで期待してるよ、ターネ。まあ、ターネや。1万5870円だ、こいつは。なんでや。なんでやねん。お前自分の名前入ってたら、お前やすぐに開けたがるくせ。いや、ここまで言われたら俺もココナッツ入らなあかんからな。そうなんやねん。おもろいけどやな、入ったら。ああ、分かった。歌頑張るわ。ほんだらな。今日もう一回歌おうか。今日いや生歌やめようや。なんだそんなんな。目の前のな、先週も思ったやな、家帰ってもらったテープ聞きながらな、プロの2人がな順番に歌うた後にな、なんてしょぼい歌歌ってんの俺。もうそこだけちょっと早送りしたもん。何やねん、恥ずかしいってしゃあないわ。チュル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 って。どうですか、嫌やろ。その漫才師がいっぱいおる前で2人で漫才してって嫌やろ。頑張るよ。どないやねん。頑張んのかよ。頑張っては見る。いやね、チャレンジはしてみね。はい、でもなんぼかずつあげようよこの2人に。ほんま？なんぼか。俺な、飲みに行くんもね、ええねんけどな。でもあんまり大金渡すのもな。あの大酒ぐらいに。そうだな。千ヤンタン、フラジャイルロッキングチェア、千ヤンタン送ります。はい、そしたら C 曲で俺のことを褒めてくれてるんで、マヨには、去年俺がもらった印税分をね。お、去年の分。そうそうそう。なんぼや。240円。うわ、すごいな。すごいな。タバコ買うて10円お釣りや。ほんま高いタバコ買ったら買えへんで。かわいいやん、ほんまや。はい、このようにファックスをまだまだお待ちしております。ファックス番号です、068-09-9090、068-09-9090までどんどん送ってきてください、よろしく。僕らのステーション、おかげさまで頑固は創業35周年。日頃のご愛顧に感謝して特別企画、全国漁港巡り。泳ぎ島味作りが1280円、インドマグロ中トロ作りが1200円、旬の魚いっぱいの産直盛り込み作りが2980円、共に税別でご奉仕。ご宴会は頑固でどうぞ。
毎日放送放送文化館は体験型の放送博物館、放送のすべてがわかる体験パノラマスタジオ、ホラーやアドベンチャーの世界が立体テレビで体験できるなど、子どもも大人も楽しさいっぱいです。放送文化館のお問い合わせは大阪 06-877-3792 へ。誰にでも才能はある、誰にでもチャンスはある。毎日放送主催、藤井フミヤ、藤井直之プロデュース、関西エリア限定オーディション、18歳の俺たちのように。募集するのはバンド、シンガーソングライター、ボーカリスト。詳しくは 06-357-9944 事務局まで。夜更かし家族ファミリーターンのコーナー、よいしょ。はいよ。さあ今日も、はい、明るい明るい元気な家族、はい、家族とおしゃべりをしましょう。はい、電話の方は、もう繋がっております。もしもし、もしもし、笑ってる、もしもし、笑ってる、え、はい、ちなつ、はい、もう俺は一個虜になってんねんけど。え、うん、ちなつのな、はい、似てる有名人がひなのちゃん、吉川ひなのや。違うねん。何、え、何、嘘、え、好きなだけ。うせえ、似てるんじゃんかいな。またまたそんなご謙遜。全然似てない。で自己 PR が足長い。はい。ほらもう声だもん、ひなのや。ひなのや。君ひなの？うん。会いたいわ。会いたいな。可愛いんや、じゃあひなのちゃんみたいな。めちゃ可愛いんや。全然違う。なんやね、吉川ひなのというよりもいう感じ？うん。まあこんなボケ知らんのけど。知ってるか？知らんわな。西川きよしとかそういう感じか？うん。あ、うんかい。ああ、そうですか。ほんなら、なんや、吉川ひなの似てないんだ、もうすぐ会いに行くよ俺。え、ほんま？うん。してください。似てたらやで。そうそう、うん、似てなかったらその行った勢いで土足で買おう。そう、そんだけめちゃめちゃ女装あるで、だから疲れるわ。行くまでに。え、ちなついくつ？14歳。14歳なんや。14って中学生？中2中3。え、中3で足長いってことは、あの身長何センチ？160。足がほんなら、120センチぐらい？めちゃ長い。長いな。ちなつ、はい、後ろ元気やな。うん、誰がおんの後ろには？お母さんと、うん、姉ちゃんと妹とお父さん、うんうん、みんな元気なん？元気。よう笑うな。俺がキャッキャ言ってるわ。俺が元気かえたら乗ってくれる？乗ってる。ちなつの家族元気か。イエーイ。ちなつがうるさいだけ。ちなつだけちゃうか今の。お父さんも言ってる。お父さん元気かい。元気だぞ。嬉しい。お父ちゃんよろしいな。あ、じゃあ、じゃあお父さん変わって、変わってお父ちゃんに。はい。はいはい。お父さん、はいはい、元気ですか。元気元気や。え、お父さんちょっと晩酌入っとんちゃいます？おお、ちょっとだけね。ちょっと入っとるやつか。ほんのちょっとだけ。あ、そうですか。おお、イエーイ。なになに、何今のだ。お父さん、はいはい、あの娘さんばっかりで。そうでね、女3人やもんね。いや、じゃあ男やっぱ肩身狭なりまっか、うん、ほんまに狭いですわねえ。嫁はんとあと娘3人やろねえ、はい、帰ってきてもあの話になりまへんねん。ねえ、男1人や。そうそう、もうトイレでおしっこなんかなんか下に床にこぼしてようもんなら。お父さん、あのこぼせる状態じゃないですか。もうこぼしたもみんな怒られまくる。え、怒られる、もうこぼしたら。いや、なおこぼしまへんて。そっか。あ、歯切れええねや。お父さんおいくつですか？46歳です。46歳若46いた中学。なんでやねん。若いっすね、お父さん。そうでしょ、若いよ。ご結婚なさったのはおいくつで？え、ご結婚なさったのは26歳。恋愛結婚で、恋愛結婚、はい、お見合いですよ。ああ、お見合いですか。惚れて、惚れて、こいつ、お見合いで惚れまして。うん、こいつお見合いで一目惚れ、愛してると。よう、家族がよう笑ってる。どこの団体の客なんだ。それ俺は分からんから。その前で漫才したことのある人しか分からん。あの弁当は休み時間にくださいねって言ってた。劇場やほんまの花月やないか。ああ、そうです。お父さん今から心配でしょ、娘さんが。いや、そんなことないですよ。嫁嫁行く、彼氏できる。だんだん離れていくんですよ。いや、早く行ってほしいね。あ、そうなんですか。待て待て、お父さん、千夏は僕がファンみたいですよ。僕のファンみたいですよ、うん、いつか。なんか、そんな話みたいね。お、いや、いいですか。いいですか。え、僕のこと、千夏は僕のこと好きでいいですか。親としてどうですか。いや、
あんた誰？そらね、ようわからんねん。あ、お父さんがわからんかったらそれね、いいですかって言われてもね、お父さん急にあの電話に変われて、ね、あんまりようわからんねこれ。あ、お父さん、あの意味わからんまま電話変わってんねや。そうそう、え、お父さん今ラジオ出てまんねやで。それ分かってる？おお、なんか ラジオ言うのは分かってんねん。何しにわしが出とんかよう分からんねん。あ、状況が分かってないと。なるほどね。みんななんか笑い転げとくから、わしなんやの。わしなんやの。わしなんやのこれ。ちょっと待てよ。あのね、100万人ぐらい聞いてるんですよ、このラジオ。今、このラジオは。だからあの今、日本では、はい、ワールドカップの次に聞かれてるんですよ、この番組が。そんな視聴率がいいの？え、すでにないの？そんな視聴率がいいんですか？青森から長崎ぐらいまで。うん、ありゃりゃ。ありゃりゃ。面白いリアクションやね。娘に変わるわ、これ。じゃあ、お母さんに変えてください。あか、お母さん。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 もしもし。お母さんですか？はい。こんばんは。こんばんは。お母さん、お名前は？お母さんお名前なんていうんですか？タメです。タメ？タメさん。お娘運転すぎやろ。お母さん、え？下の名前はなんていうんですか？エミコです。エミコ、エミコさん、はい、エミコ。おいくつですか？41。ああ、ご結婚して何年ですか？今年で20年です。あ、もう旦那さんと愛情あふれる家族で。いえいえ。今でも行ってらっしゃいの中とかしはるんですか？とんでもない。しはるでしょ。してくださいよ、それは。21歳で結婚。そうやね。はい。はあ、あの、じゃあもう一人ぐらい子供作ろうかなとかは、うん、あ、とんでもない。じゃあどんな、もういいですか？はい。あ、そうですか、はい、元気な娘さん3人でいいですね。明るい、明るくて楽しいでしょ？いえいえ。楽しいでしょ。でもイエーイ。何がやろ。お父さんがちょっと肩身狭いみたいですよ。うん、お母さんは僕のこと誰か知ってますか？はいはい、知ってます。 ありがとうございます。ああ、よかったよかった。あの、今のは種裏なんですけど、しかも高山、一応あの放送なんですから、くんとかさんつけてくださいよ、お願いします。高山やろ、高山やろ。プロってした前で絶対グラムに見てる。あの、高山と種裏と中村です。あ、誰？中村。どうも。中村マキちゃんやな。中村マキじゃない。中村マキなんですか？松本マキと混ざってない。木曜日は秋なんですよね。秋なんですよ。お母さん。はい。どつきましますよ。めっちゃ笑顔。ほんまに。ほんまに。めっちゃ笑顔。もう殴っちゃうぞ、もう。すいません。はい。はい。じゃあ次、千夏の他に娘2人いるんですよね。はい、どちらかに変わっていただき、どっちがいいですか？お姉ちゃん。はい。もしもし。もしもし。もしもし。こんばんは。こんばんは。名前は？え、ちひろです。あ、ちひろ。ちひろな。はい、いくつ？16歳です。ちひろ16。はい。仲いい家族やな。うん。うん、はい。楽しそうやな。はい。近所に怒られてへんか？うるさい。大丈夫と思います。あ、大丈夫。はい。あの、千尋は、あの、好きな子おんの？ん？好きな子おんの？うん、いてない。うるやろ。彼氏いてんの？おらん。今お父さんとかお母さんおるから言えへんのか？うん、違う、ほんまにおらへん。いつまでおったん？え？いつまで？うん、おらん。一回もおらん。あ、そうね。え？千夏は、ひなのに似てんねんけど、千尋は？え？誰似てんの？梅宮アンナ。梅宮アンナ。めちゃめちゃ似てんやんけ。モデル家族やな。メスライオンみたいな顔してんやな。あ、そうですか。美人一家やね。ええなあ。お父さんも男前か？え？お父さんも男前で。まあまあ。お父さん誰似てんの、男前やったら。うん。芸能人で言ったら。え？郷ひろみかい。お母さん、お母さん誰に出る？松田聖子と郷ひろみから梅宮アンナと吉川ひなのまれるか、うん、さあもう一人は誰に出る？誰やろ。一番下の妹は誰に似てんねんや。誰やろ。誰？もし、ほんで、妹に変わって。妹に？はい。もしもし。もしもし。もしもし。名前は？ちはる。あ、みんな血がついてんねや。はい。ちひろ、ちなつ、ちはる。うん。Yes。
イエスイエス。ちはる、はい、誰に似てんの芸能人で。ちはるいくつ？え、ちはるいくつ？10歳。中3、あ、じゃあ小学校3年。小学校3年。違う。4年。違う。5年。イエスイエスって、イエス流行ってんねやろな、イエス流行ってんねや。ちはる誰に似てんのよ。松山千春。いやな、あんなつるっぱけのおっさん。さすがに言えよな。あんなつるっぱけのおっさん嫌やな。誰に似てんの千春は。いやーか。おらー切れた切れた、タネ切れたで。ほんまに、あんたら家族は会話の検問ばかりしやがって。千春。はい。うん、ほな、一言、誰に似てるかだけ言うて。うん、誰や。誰やねカッパ。違う。ほなカッパということね。違う。梅宮。ほならカッパちゃん。すごい姫。あんなひなひなのちなつ。ちなつ。ちなつ。ちなつ電話出て。もしもし。もしもし。はい。もうええわこの方。あの元気にもほどがある。すいません、あのちなつちょっと疲れたわ。うん、ありがとう、はい、ありがとうだ。でも楽しい家庭やな、はい、楽しいやろ、はい、楽しいのはよう伝わった、うん、よう分かった、うん、これからもよろしくな、はい、あとお前お父さんが俺のこと誰あんた言ってたから、うん、ちゃんと教えるようにちょっと教えててな、はい、お母さんにも中村真希じゃないって言っといてね。よろしくね、はい、うん、今日はありがとう、はい、ありがとうございました。はい、ありがとう、はい、バイバイ、バイバイ、バイバイ。やかましいね。大変やったねこれな。すごいちっちゃい子の悲鳴久しぶりに聞いたわ。一番汗かいたもん。ほんまにもう。俺ほんま誰あんたは言った。誰あんたって。お母さんも知ってるよ。高山やろ。高山やろ。ろやからな。ちょっと行きましょう。まあね、なかなか、はい、元気な家族、うん、はい。まだまだこの家族には負けへんぞという、はい、楽しい家族、我々と喋りたいという家族、うん、おはがください。宛先です。はい、郵便番号530-8640、大阪中央郵便局支所箱1343、MBS ヤングタウン木曜日、ファミリーターンのコーナーまでお待ちしてます。あのね、うん、あのなんか最近どうしたらええことあったんかな、ディレクターが。何や何や。今日は3人娘ですから。うん。一人 CD 券3000分の聞いてるか。おお。千夏千春。一人3000分あげて合計9000分の CD 券を。おお。プレゼント。プレゼントや。ね。ありがとうございます。ということで、はい、来週は、12人家族で何でやねん。いたら1人 CD 券3年分ですから、はい、12人の小金を使えますとかでもええから、うん、よろしいな。はい、たくさん、ご応募ください。よろしくお願いします。それではですね、曲を1曲聴きたいんですが、うん、なんとですね、うん、今日解禁の1曲を聴いていただこうと思います。解禁というのは今日はなら聴けると。そう、今日から聴けるんですよ、ね、この曲、うん、はい、多分ねみんな待ち遠しかったと思うんですけど、うん、街角にもいっぱいポスターとか貼ってるんじゃないかな。もう俺かな、俺かな、違うと思う、あれかな、違うと思う、谷浦正男とココナッツ。違うねん、これがもっとビッグやっちゅうねん、ビーズやっちゅうねん、ビーズのホーム。綺麗なプール MBS ミニカープール、30分ごとに大波小波打ち寄せる増波プールでリゾートビーチ気分。ウォータースライダーはスリル満点。千里中央、千里丘、山田、南千里から無料送迎バス。この夏は自然の中のプール。 MBS ミニカープール、6月21日オープン。毎日放送主催大阪マリンフェスティバル98ビーチバレー参加チーム大募集。8月7日8日9日の3日間、大阪府丹野は箱作り海岸で開催。お問い合わせは06-359-3562、 359-3562、 大会事務局まで。吉原製油ゴールデン一番搾りサラダ油映画試写会、 UIPA が配給、ブルース・ウィルス主演マーキュリーライジングを7月2日6時半から御堂会館で開催。はがきで 530-8304 毎日放送文化事業部マーキュリーライジング試写会係へ。450組900人をご招待。スペシャルゲストコーナー、イエーイ。さあ今夜のゲ
ストです。三代目魚竹浜田茂雄さんです。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。あのね、いきなりなんですけども、お茶この、あ、もうお茶どんどん飲んでください。持って帰ってください。本当に。うちの中村明がすごい会いたい会いたいって言ってます。あ、もうすごい緊張してダメでしたよ、もう。なんか。その渋い声はやっぱりあの生まれ持ってというか渋いですか、これ渋いっすよ。嬉しいわ。イエーイとか言わないでしょ。全然言わないでしょ。あ、言わないですか。いや、言わないですね。ほら、言ってほしいな。イエーイ言ったら連れとかに笑われる。あ、お前は似合い。そうっすね、かっこいい、はい、かっこいい。気持ちは分かるんですけど、僕ももう今度失礼かもしれない、めちゃめちゃ、そう、ありがとうございます。愛したかって、もう嬉しいです。で、お、野郎からは人気あるでしょ。野郎からはね、ね、そうだけど昔はもう自伝とかも女から売れへんかったんですよ。あ、そうっすか。危険思想や思われたでも、はい、もう、はい、浜田さんのこと教えてもらったのは、はい、うん、あの東京にね、うん、好きな子ができたんですよ、はい、僕大阪住んでて、もう4年、はい、5年前ぐらいに、はい、うん、はい、ほんでその子すごいパリに憧れてるような、あ、モデルやってるような子やって、はいはい、めっちゃ綺麗な子やって、うん、でその子に喋ってて、うん、あの最近好きな作家とかおるったら、はいはい、浜田さんのことだった。うわー、ええー、なー、ええなー、違う人みたいな。嬉しいですわ。え、そうなんて、その子が言うから、はい、なんかこっちね、なんかすごいデザイナーの方かなと思って本読んだら、はい、関西からなんかベタベタなこと書いてた。でもあれ野郎はみんなめちゃめちゃ感動するでしょ。でも奥も女の子から教えてもらった。嬉しいです。昔はね、あの昔阪急ファイブの上のオレンジルームとかあって、はい、それで自慢話だけするショーとかやってたんですよ、うん、なんか女モテるんちゃうんか思って、はい、バーン言ったら男ばっかり男子校みたいになってる。むさぶしい。自慢話したらモテる女なんですか。まあね、アホなんですけど。いやいや、この人はかっこいいと。まっすぐでいいじゃないですか、すごい。あとね、自伝出た時に、その阪神の西宮なんですけど、家が、はい、あの自伝出た時にね、店の2階に寝てるんですよ。自分の部屋なかったんですけど、はい、自伝出た次の日はもう窓開けたら、うん、女がキャー言われるんか、ガー開けていつもにスナックのお姉ちゃんが、あ、しげちゃんおはよう。そうですね、やめない、本読んでない、情けねえな。本も読んでない、本も読んでない。本も読んでない。はぁ、でもか、かっこいいっすよ、浜田さん。いや、嬉しいです、なんか。いや、でももう芸能界でもどんどんファンが増えてるでしょ、芸能界に、うん、まあ、ミュージシャンの人とかね、よう言うてくれはりますから、ね、それは嬉しいですね。はい、ああ、これでもう生き方が好きなんですよ、言うてファンになる人が多いでしょ、うん、あと多分あのなんかずっと一人やから思うんですよ。あの事務所入ったりもしへんし、はいはいはい、レコードも個人で直接契約出してるしね、うん、だから全然そのずっと一人なんと、はいはい、あと家に電話つけてないんですよ。どうやって連絡取る？携帯、はい、あ、携帯はあるんですか？携帯はありますよ。それもずっと携帯だけなんですよ、はい、ほんでファックスもないですよ。原稿書くでしょ、はい、近所のローソンからこうダイレクト通信を押して、はい、10枚ぐらいの時とかごつ悲しいのが、うん、機械弱いんですけど10枚送ったつもりが、うん、はぁ思ってパッと見たら8枚送信しました。またもう一回この店の人にしゃあないなってやってくれるかと思ったら夜中やったら、はい、あ、夜中に言うじゃないですか、これ8枚になるんですけど、うん、ほんならあの相手方にじゃあちゃんと確認してください言われて、夜中おれへんからだからもうどうしようもない。今も関西に住んであるんですか？いや、あの東京に、住んでます。なんか、そうですか、はい、え、関西でよう帰ってこられます？最近はあんまり帰ってこないですけどね。あのただあのちょっと地震の頃とかはあの関西で、はいはい、あのまあ、その時東京おったんですけど、うん、でそれで帰ってきて、うん、もう うちの家爆発しましたから。亡くなったんですよ、はい、うん、でも親戚中亡くなったから、はい、せやからあの今は帰ってきても、うん、その連れの家ぐらいしかはあはあ、ないんで、うん、せやから、ね、ホテル泊まったりせなあかん時あったら、変な感じですよ、はあ、ただもう絶対ミンミンとインディアンカレーだけはもう絶対行くと、うん、インディアンカレーっすね、めちゃ好きなメチカの、はあ、1個なくなりませんでしたっけ？なくなったんですか？道島かな。じゃあインディアンカレー1個なくなったの、あれはカレー&コーヒーか、うん、ねえ、あの、うん、あれでしょ、インディアンカレーって、はい、あの持ってくるおばちゃんがインディアンのそうでしょ。バカいな。それやったら俺もカレーは普通の何がインディアンのおばちゃんインディアンやって。マジか、これがインディアンかい。それすごいな。そう、その上地下のあの阪急、あの何でしたっけ、3番街行く途中にあるカウンターだけのところですけど、うんうんうん、それめっちゃ好きでね、一泊二日で帰ってきたら、うん、まあ、いあの2回は食いますよ絶対、うん、必死で昨日も食うとは思っても
って、で仕事で来るじゃないですか、うん、ほんならご飯食べに行こうことになるじゃないですか、はい、そやけど「あごめん俺食うてきたんですわ」言うて、はい、そこ行って茶だけ飲んでて、うん、別れるでしょ、はい、一人でいいんやから。咳込むようにね、うまいっすわ。大玉ね、大玉ね、大玉ね、でそういうとこはほらさすがにあの行けないじゃないですか、そういう仕事の人だと、はいはい、あの東京の人だったりするから、ね、わざわざ食事しながら話しよう思てんのに、食ったらすぐ行かなあかん感じでしょ、タバコなんか吸うなよ感じでしょ、はいはい、だからそれでもう一人で行って、でも言いながら必死で、必死で、あとミンミンね、ミンミン餃子、餃子、昨日は京都でミンミン行きましたよ。あ、そうですか、はい、京都のどこのあの河原町の、あっこいいですね、3階建ての、はい、あっこいいっす、あっこいいっす。あ、そう、難波のミンミン行ったことございます？あります、あります。あそこもうまいっすね、うまいっすね。え、ミンミン東京ないっすか？ミンミンはね、あのね、ないんと思いますよ。東、あの王将あるんですよ。あ、体験できてきましたね、うん、ただ京都の王将の方でしょ、あれは、うん、大阪の王将じゃない、はいはいはい、ね、ここありますけどね、はい、僕今日は、うん、お会いしてお聞きしたかったので、はい、僕この指輪はもうこれキースリングなんで、あ、はいはいはい、うん、ローリングストーンがすごい好き、もうめちゃくちゃ好きで、ね、はい、で僕なんかローリングストーンズの歌詞カードの方ありましたよね、一回書きましようね、ね、でキースは会うたんですよ、でしょ、そのことお聞きしたかったんで、はいはい、キース・リチャーズやで、お前野球うまい、野球はじゃあそんな入れとかない、もうでもお前芸人に立ててほんまチャップリンぐらいちゃうかな、あ、嘘、うん、まあ、いやでも知ってますよ、うん、知ってますよ、うん、はい、いや僕にしたらもうチャップリンはほら亡くなってるから、うん、それぐらいの人よ、お会いしてもで喋って聞いてくれたんですよね、ニューヨークの刑務所に捕まった人が、はいはい、ほんで俺緊張はあんませえへんねんけど、はい、その時はもう始まる前からションベン4回ぐらい行って、うん、ほんでスイートで待ってるんですけど、はい、便所行くわけですよ、うん、で便所行ったらタオルがかけてあるわけですわ、はい、でキースは別の部屋に泊まってんのに、はい、タオル見ながら、うん、パクろうかな思うんだけど、ふと我に返ってね、はい、これはキース関係ないやん、キースに会いに来た時の便所のタオルなだけです、はいはいはい、関係ないやん、やめるわけです、で帰ってまたタバコ吸いに外出るんですよ、はい、でタバコ吸うてて、まだ便所行きたなんですよ、うん、まだ便所行くでしょ、これ便所し終わった後ふっと見たらタオルが気になるんですよ、うん、やっぱりパクっとこうかなでもおかしいやんそれ4回ぐらいやってね、最後パクらんかったんですけどね、それは気にしてほしかったですね、パクりたかったタオル、ほんでキースに怒ったら、はい、もう背は170ね、うん、2、3か4ぐらいらしいんですけど、うん、そんな高ないねんけど、はい、自分より低いねんけど、はい、もうめっちゃ好きやから、うん、分からないんですよ、背が目の前におっても俺より高いんか低いんか、分からない、こんなん1000円かけば背比べよね、ちょっと背中合わせてくれるって言うじゃん、より高いんか低いんかも何も分からへん感じで、でもそうなるやろな、おたら、うん、そうやろな、うん、羨ましいわ、すごい嬉しかったですね、なんかほんでサインを頼んでしてくれあったんやけど、うん、お前の後ろには俺がついてるキースリチャーズ書いてくれたんですよ、あれもそれがもうめっちゃ嬉しかったです、はい、ほんで写真をね、はい、撮るの忘れてたんですよ、うん、めっちゃ写真撮れる感じやったのに、はい、持っていくの忘れてて、うん、かホテル帰ってからどうしたか言ったら、うん、自分の服にサインしてもうたんを、うん、ポラロイドで撮ってたんほんで上がってきたやつ見てアングルが気に入らるなずーっとこう何枚もやってこれが一番ええわって思ったりとええ感じに映ってくるな、そんな感じで、いやもうめっちゃ羨ましいっすわ、だからもうキースはね、うん、うん、そやからまああと、まあ、まあちょっと変な話ですけど、はい、ちょっと話変わりますけど、はい、なんていうんですか、ちょっと乗ってますけど結婚しましてね、はい、はいはい、ほんでありがとうございます、ほんでちょっと変な話なんですけどね、はい、結婚した時に、うん、あの子が結構雑誌で書かれてるのが29を前に結婚したって、うん、はい、ほんで20代で、ね、20代最後の大塚ねねさん、ねねね、結婚したって書いてあるじゃないですか、はい、ほんで送られてね、俺ねごっつい、うんうん、あんなん書かれてるやないのとは関西弁やないけど、はいはいはい、言われて、はいはい、言われて、ほんであれはなんで入れたか言うたらね、うん、こう今の話に戻りますけど、はい、みんな分かってへんのは、うん、マスコミの方は、はい、実は6月13日入れてるわけですよ、はい、で14が誕生日なんですよ、はい、それはどうでもいいんですけど、どうでもいいだから13になんで入れたかって言ったら、うん、ストーンズがデビューした日なんですよ、6月13、はい、それをみんな知らんから、うん、そう、ほんでね、俺は席入れる時に考えたわけですよ、いつにしようかな、はい、キースの誕生日、はい、ミックの誕生日、はい、ほんならチャーリーはどうなんね、はい、ミックに入れたらキースはどうなんね、はい、考えたんですよそれ席なんか入れなあかんね、ほんでやっぱりなんかこう綺麗に行く方法ないかな思ったんですよ、はい、デビューほんならデビューや、ほんで6月13日に入れようや言うたんですよ、
今年も6月13日入れへんやったら来年の6月131年待てと1年待てとどっちかや言うて、うん、ほんでそれであのそれやったら俺忘れへんやん、はい、結婚はいはいはい、ね、言うたんです、うん、でそんなんで忘れへんそんなんやないと忘れんのかって言われていやそんなことないけど言うてそれで6月13日入れた言うたんですよ考えてへんかったそこまででもそれで6月14日が奥さんの運命、ね、誕生日っていうのもこれ運命ですよね、まあ中華最悪や思ってるじゃないですか向こうはだから、それで、まあ、言うたからその日に入れたら、うん、雑誌とか見たら、うん、雑誌を前に、うん、ほんで俺は俺連れに連れとかは知らん間に見てたから、はい、ガッツロマンチックなことしやんなやるぜおいおい言われてそんなことすんかいってなんでそんなせなあかんねんってそんなんどうでもええ30でもええかなって思うで30にでもええやんみたいな思うでしょそれ聞いたら今のあのワイドショーああアホでアホやなアホでなあれまあただあさすがにやっぱりストーンズも、はい、あのストーンズのデビューの日やいうのはみんな知らんねんな思いましたねうん、うん、めちゃくちゃ好きですから大阪もこの間見に来てたんですよあほんま僕も行きましたよ、はい、キース、うん、タイガースの始まり逆さまにして、はい、次の日買いに行って、うん逆さまでしょ思って最終日見られへんかったんですよ、うん、ほな最終日はまっすぐしてたいってねちゃんとねそんなんで、ね、いいですねなんか心がいつまでも少年っていいですねいやでも少年っていう感じもないですけどねなんかいや僕思いますよ俺、ね、でもねよう前も書いたんですけど、はい、原稿でね、はい、よう少年のような男が好きとか言うって書いてるじゃないですか、うんうん、なんか女の子はね、はいはいはい、でアイドルとかも芸能人とかも少年のような男が好きとかみんな言うてるじゃないですか、はいはい、あれ聞いてる俺ごっつおかしい思うんですよ、はいうん、よく聞いてたら少年のようなやつってどんなんかって言ったらね、うん、いつまでも夢を持ってて、うん、ほんで日に焼けててね、うん、ほんでなんかできたらサラリーマンじゃなくて建築家かなんかで、はいはいうん、ヨットかなんか乗ってて、はい、パリダカールも出たろかな思ってるやつを少年のような人とか言ってるわけじゃないですか、はいはい、そんなバリバリ大人やねんそれ成功者やってそれはね成功者やっておかしいでしょ、うん、だから少年のようなやつだからいつまで聞いて思うのはお前ら公園行ったことあんのかと思う最近ガキを見たんかと思うそうそうほんまの少年のはゲー吐くまでシーソー乗ってるようなやつやそうそう酔うまでねそう、うん、ほんでうんことメロンの好きって言ってるほんでギッコマークをしながらねグッズめちゃおもろいやんけ思って中をガーやってた瞬間になんでかからんけど気持ち悪いなって吐いてるで吐きながらなんで自分が吐いてるかわからんやつそれが少年のやつじゃないですか、うん、でそんなやつやったら嫌われんねんね本来ね僕もそれその考えやろついていかれへん言って、うん、そのくせに少年のやつが好き言うから、うん、それは少年を見てきてくれと思うんですよほんでね現にね、うん女言葉や思いません少年のようなやつがっていうのはあ女言葉、ね、つまりね自分の親友をね、うん、ええー、女に紹介するときに、うん、こいつとうまいこと意見を思うときに、うん、こいつってや少年のようなやつやねなんか男は言わんよね言わんよそんな売りになると思ってないでしょ、うんね、売りにならへんからお前ガキか、うん、言われてもらうねいつもねだからおかしいですよ、ね、世の女性たちは、はい、あの少年のような人が好きって言わんと、うん、シーソーで酔う人好きってそれが絶対嫌いなんですよそれが大人でめちゃめちゃ金も持ってるけど、うん、少年のふりできるやつなんでできるやつそうそうそうほんまそう葬式で暴れますからね少年は暴れるねえそうやからそういう意味で言うたらねうんなんかよう言うてるけどあれもおかしいな思ったりとか、ね、しますわはいで、今回アルバムを、はいね、かっこいいっすね。いろんな方にも作っても、なんかかっこいいっすね。なあ、ね、チャラじゃん。もうタイトルも、うん、歌そのままお皿がパッて見たら、歌って書いてるんですよね。そうなんですよ。下あの全部終わった後に考えたら、俺歌ってる以外何もしてへんっていう。ああ、それで歌。はい。得ですね、浜田さん。なんか深い意味がありそうですもんね。そうっすか。はいはいはい、歌が、うん、俺歌しかしてないわ。歌でしょ。ああ、うん、そうやけどね、歌ってるってみんな知らないんですよね。東京は知っててくれてても、いまだにファンレターで、うん、CD 出す予定ないんですか。うん、出してるからやろ。今も出してるの誰も知らないんですよ。そうやからね、うん、それが切ない気持ちなんで。出してんのに。ほんでなんかどっかでライブとかもしやったら、ストーンズのコピーでもいいんでテープに録音して送ってくださいって。出してんのに買ってやみたいなね。うん、そう。感じですよ ね、はい、かっこいい、ね、すごいアーティストもね、うん、ものすごいじゃないですか。作家人にチャラ、うん、チャラじゃん。アナーキーの中野茂と藤沼慎一、うん、石田治さん、うん、レビッシュの杉本さん、うん、モッツの森山さん、ハイローズの小本さん、うん、ひろとくん大好き、もよすこりこ、うん、すごい、よすこさん。僕もミュージシャンなんですけど、一曲書きましょうか。今度私も歌を歌ってるんですけど、4枚目が出せたコーラス4枚目だとあんま書きましょう。コーラス
スで歌いたいな。よし、ここはターネー。書きますよ。あ、どこだった？今やつを取り付けました。ターネー、ブースの向こうに売り込むな。4枚目出したらということで今、うん、ここをかっこよく取りました。OK ですか？なんか静か。ノーリアクション。ディレクター、うちの。ディレクターさん、よろ、まあ、OK よ。よっしゃよっしゃ、オッケー、よかった。タネ動揺してる。動揺してる。いつから落ちた、いつから。歌手で俺もこんなに頑張ってんねやろ。僕歌手言いながらメーカーもないんで CD 出せないんですよ、1年ぐらい。あ、そうなんだ。はい、うん、あ、もう頑張りますんで、うん、よっしゃ。4枚目俺の曲何にしようかな。ガソリンスタンドでキスしよう。そう、お前の歌ありもんやないかい。その歌は浜田さん歌ったらええで。そらもうガソリン。今日ほんなんちょっとなんかテープかなんかもらえたら。マネージャーないか。ないんか、ないんか。あ、じゃあ、あの電話番号教えてください。持っていきますわ、直接持っていけ。足運ぼう、ちゃんと。東京住んでます。東京住んでます。あ、そうですからね。はい、はい、中村明と種村くんは東京住んでます。東京住んでます。ですから、はい、友達になってください。友達になってください。もう友達になってください。じゃあ中村家、お前なんか女の子の声なっとれ。あ、じゃあお前緊張してんの。結婚しよう、結婚しよう。はい、そうなんですけど、はい。お前普段はチンチンとか言うとるやないか、放送で。言うてええやけ。ここチンとか言うとるやないか、お前は。なので、はい、曲の方ね、そのね、ファンの方も CD 出さないんですかって言ってるんですから、そのね、出てるんですけどね。コマーシャルでもかかってますからね。でもあれもあんま大阪流れてへんって聞きました。え、そうなんすか。そうなんや。あ、そうなんすか。そうなんですよ。あ、僕東京だからな。そう、ほんで俺東京でめっちゃ流れてるから連れに今流れてるやろ、何がってそう言うたら流れてへんで。ガクン。うまいこといけへんわ、思ってた。はい、じゃあ1曲。はい、その中から、何を、どの曲を、どの曲を、1曲、どの曲、その曲ですか。はい、その曲ですね。その曲ですね。その曲でございますね。はい、それでは聴いてください。アルバイト。アルバイトの季節がそうして過ぎてゆく。あの子が言うにはちゃんと就職してほしい。あの子が言うには二人で暮らすことを考えて。あの子が言うには叶わなかったらどうするの。あの子が言うには好きだけどもう待てないわ。阪神尼崎駅の南口のロータリーのところに夜の8時になれば埋め立て地へ向かう送迎バスが止まってる。菓子パンのサンメルシーにかじりつきながら俺は喜んでそのバスに乗り込ませてもらうぜ。アルバイトの季節がそうして過ぎてゆくが、でかい荷物を持ち上げて死ぬまで諦めん。誰かが言うだろう、いつまでアルバイトするつもり。誰かが言うだろう、早く大人になりなさい。誰かが言うだろう、昔は僕も夢あった。誰かが言うだろう、昔はあたしも夢あった。阪神尼崎駅の南口のロータリーのところに夜の8時になれば埋め立て地へ向かう送迎バスが止まってる。菓子パンのサンメルシーにかじりつきながら俺は喜んでそのバスに乗り込ませてもらうぜ。アルバイトの季節が
そうして過ぎてゆくが、そんな話聞いても絶対夢しばく。例えば俺には、はい、聞いていただきましょう。これ関西で流した方がいいですもんね。お前らめちゃめちゃ条件浮かぶやん。ただね、これね、5番まであるんですよ。長っ。8分40秒長いんですよ。長いですよね。そやからまだね、歌詞言うのがちゃんとね、人違って車体感覚が、歌詞の車体感覚がないから。あ、なるほどね。うまかったら3番まで収めんやろうけど、書いたら5番までになるんですね。これもほんま実は8番までやったけど、これは知れならんなので3つ減らして。8番やったら10分回ってしまう。5番でね、感想なしの5番でしょ。そやからね、ヒット狙ったんですよ。俺ね、当てたら思ったんですわ、うん、紅白やな今年の冬はとか思ってたのに、できたら8番でもうどうしようもない状況で外した。すでにできた時外した。忙しいから現場であのレコーディングの場所です、あの C から。そやから、ま、もうほんでそれでアレンジ決めといたから、やって歌ったら8分40秒やから、もう削りようなかったんですよ。はあ、そうね。じゃあ僕が3分の歌を書きます、ちょうどね、ちょうどええ頃合いの時間のね、なんか CM ソングになってもちょうどバチッと来て、コーラ、あの紅白も出れるような、出れるようなね、やつを。ほんまにかっこいいな。歌の間もいろんな ね話聞かせてもらいましたけどね。いや、浜田さんみたいなもっと頑張ってキャキャ言われたら、こうなんか若者も頑張ってくれそうですね。ほんまやね、ね、そうそう、頑張ろうな。そう、俺ら頑張ろう。月収低いんですよ。やめや、今日の楽屋から変わってへんやん。言うてることが。はい、はい、イベントが、イベント、お、明日、明日、夕方5時からタワーレコード心斎橋店にてイベント開催。これ歌あるんですか。歌います。おお、見に行きたいな。ここかしら。見たよ。俺ちょっと明日行きたい。明日夕方5時からスターレコード心斎橋店にて、ぜひ行きましょう。行け、みんな。みんな行けよ。なんで行けよ。行けよ。ほう、ルカンが売れへんねん。ほほう。吉本興業の大崎さん。わかるかい。はい、すみませんね、お忙しい。いや、とんでもないです。なんかありがとうございます。ぜひまた。ありがとうございます。また。来てください。はい、タイムリーな時に出ていただいたんですけどね。もうね、あともう一個が言うていいですか。ある写真雑誌かなんかに書かれたんですけど、浜田は女を口説くまでに詩と写真を送り続けるとか、そんなことするかい。そんな俺年賀状も出せんよな。写真送ろうみたいな封筒にせなあかんでしょ。ねえ、そんな豆さは俺にはないからね。ファックスもちゃんと送れへんねん。そうやな、ファックスもないのに。C も C 送ったりもせえへんからね。そんな豆さあったらね、もっとモテてると思います。でもモテるわ。まあモテますよ。ただ写真は送れへんわ。ほんまに怖いわ、写真送る言われたらね。全部嘘じゃ。はい、ということで今日は、はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ぜひまた、はい、あの機会があれば、あのぜひまた、ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、ということで今夜のゲストは三代目大竹浜田茂雄さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じーミルクの国、SNK 時期にネオラジオのラジオドラマに乞うご期待。プロ野球中継からテニス、プロレス、格闘技まで様々なスポーツをお送りします。パーフェクト TV ガオラ、スポーツ愛 ESPN スカイスポーツ3のパワフルスポーツセット3、お得なパッケージ価格をご用意しました。詳しいお問い合わせはガオラまたはスカイパーフェクト TV カスタマーセンターへ。毎日放送主催カスケード Forward to the Past Tour 早くも決定。9
9月1日2日厚生年金会館大ホール。マイルチケット6月28日より発売開始。京都インフォメーション共同大阪。よいこの浜口です。有野です。松本真希です。毎週金曜日夜10時から12時までの2時間は MBS ヤングタウンをお送りします。僕たちの天然トークと音楽が織りなす絶妙のハーモニー。ハーモニーとはちょっと間があったでしょその辺です。 MBS ヤングタウン金曜日をお楽しみに劇団四季の石丸幹二です。この夏 MBS 劇場に大人の愛のミュージカルアスペクツオブラブが登場します。甘く切ないメロディーに合わせて展開するさまざまな愛の形。チケットは6月20日発売開始。ご予約は劇団四季予約センター0120-489-444 まで。はい、ファックスたくさんいただいております。はい、今日は残りヤンタンプレゼントでございます。あと何本ぐらい残ってんの？あと何本や、14,630 ヤンタン。はい、終わりました。はい、うんうん、なんかファックスかな。手紙もね、ハガキもあるんでね。そうやね、ハガキもよ、うん、まず彼女、堺市、あきちゃんかわいい、ハッスル見る時の電気代わ待てよ、ください。ちょ待てや、電気代でくださいハッスル家族、これ多分ハッスル家族見る1回の電気代を賞味出すと多分10円にもならへんぐらいちゃいますかね。1円もならへんやろ、うん、その電気代って安いやろ、うん、だそんな1アンタン1アンタンか、はい、送るのって結構高いねんね。これいや大丈夫、1アンタン、これね、1アンタン1アンタン、あくんございますか、はい、そっち。ね、おはがき、うん、ね、どれが可愛いかな。いや、ファックスでもいいですよ、うん、ファックス、ファックスめっちゃ可愛いねんこれ、はい、ね、うん、三原郡のゆうなちゃん8歳、うん、私は今日とっても可愛い金魚のコップを見つけました。お母さんに買ってと言ったらダメと言われたので我慢しました。だけどどうしても欲しいです。1500円もいらないから、うん、あ、じゃあ1万5000円もいらないから700円ください。ダメですか？かわいい、かわいい、コップかわしてあげて。かわいい、もうええわ、700円ってあげて、うん、いやもう1万5000円あんた。待て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 、おい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 、コップ何個かあんねん。700円ってあげますよ。 あげるわ。はい、はい、こっちは常連さんでございます。ファックスでもらいました。チキン、男子落語全集を買うために費用として少し分けてください。だ、え？え？男子落語全集？うん。ああ、これあげようや。あげようや。これあげようか。あげよう。誰、うん、誰？さっきからなんか勉強しよう。それで？え？何？それで勉強しよう。男子落語全集やろ？うん。うん、ダメなのな。それこっちだ。誰やねん。これ誰やそれ。ちょっと、うそ。え？2000ヤンタン。え、そんなやりますか？これやっとこう。そんなやります？全額は出さへんで。うん、残り足らん分自分で食べよう。そうですか、うん、で2000円ならいいんですか？2000円ならあると勉強なんですよ、男子はやっぱり、うん、あのな、これからの人生のために役立つ。あ、人生のために、人生のために、ね、あ、そうだよ、笑いのために行っちゃいますか、うん、あ、そうですか、よく分からんな。誰やな、誰やな、他あったらどんどん呼んでください。ミオ、今日助けてください。今日調理実習で作ったフランス料理が私の口に合わなくて今とてもお腹が痛いんです。家に胃薬を探したけどない。ちょっと薬屋に行ったら500円するので500ヤンタンください。あら、うん、誰なん、何なんですか、な、自分で食うとんねんから。そうですか、なんダメですか、フランス料理みたいに食うからあかんねん。あ、そうですか、うん、ダメ、すいません、ミオさん、あの誰か分からないです、うん、ダメだ、ダメです、ごめんなさい。あ、じゃあこっちちょっと行ってみますわね、ペンネームはがき職人を舐めるな、はい、お前らな、スペシャルウィークやからと言うてサックス買いたいから7000円とか髪の毛染めたいから5000円とか簡単に金をやりやがって。はがき職人は毎週毎週頭から湯気が出るほどネタ考えて採用されてもたまにステッカーが送られてくる程度でほとんど何ももらってへんのぞこの野郎のぞはがき職人をなめんなよ。 CD を切るように購入した昭和平成ヒット曲全集上下巻分3000円くれバカ野郎。ほんまやな。あれ、なんか探れ、優しなって言った3000ヤンタン欲しいでか、うん、5000ヤンタンやっとけ。おい、じゃあ何で、何で、何で、今度はやっぱり使うべきお金、はがき職人大変やねん。あ、そうか、あ、そうか、そうか、優しい、頑張りや、よかった、はがき職人を舐めるな、何、はがき職人を舐めるな、頑張れ、舐めるな、頑張れよ、俺応援してるから。お前は応援してんねん。じゃあ5000ヤンタン、5000ヤンタンやってくれ。やった、マヒル、マヒル、ペンネームマヒル、私この夏に T シャツ
&ブラジャーが欲しいんです、うん、普通のブラやったら T シャツに肩が透けて見えたらして嫌なんです。今のブラはビールカップやけどちっちゃい、ブラから胸がはみ出ちゃう。ちなみに3サイズはバスト88、ウエスト64、ヒップ82、 C カップ欲しいな。安物の1500円か2000円ぐらいの買おうとしてるんやけどお金がない。欲しいなってあんねん。私の胸のはみ出そうなどどうにかしてお願い、うん、やろ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 、スタイルがええね。これはやろ。そんなんであげるんですか。もう全部やる。きついブラ体にはないからな、ね、うん、その代わり撮ってきた写真、あのつけた写真にしてもらおうか。何を言うとんねんこいつ、こなれすぎやわ。お前誰やねん。いやいや、私あのハガキ職人応援してる。誰やねん。ほんまにわからんな。2000ヤンタンをやってるね。はい、あと何本ある。あと何本、菊本、6929ヤンタンです。6929ヤンタン。じゃあこちらさっといくわな、はい、ヤオシのペンネームペンギン、はい、私は彼氏がいません。というのも一重まぶたです。安い化粧品を使っているので目が引きつります。だから皮膚をノリでつけないタイプのが欲しいです。だから3800ヤンタンください。あっ女は心や。女心、みんな二重まぶた関係ないの。うん、もっと心磨けっちゅうねん、うん、だね。これがもし心を磨くために欲しい CD があるとか本があるやったらやろう、ね、なんぼやんたんでもやろう。その前はやんたんでも電話してこい。電話番号分かれへん。分かれへん。電話番号分かれへん。じゃあ言うていいですか。今すぐ答えだろ。いや携帯の電話番号言うていいですか。誰なんすか。えっ、それちょっとどこの誰やねん。弱いな。どうしやろか。でもな、ヤンモクで言われる後で実は有名人でしたはないから、みんなないで期待すんなよ。これどうでしょうか。哲郎、ヤンモクの皆さんこんばんは、うん、種浦さん、うん、もうなしからだ最高です、うん、いやほんまに最高です、うん、だから金ください。これやりましょうよ。俺のがええ男やからな。そうなんや。やれんな。やれない。やられへんかいな。俺のこと褒めた高見の男や。誰か分からへんから褒められへん。いやお前300円だぐらいやるからな。300円うん、悪意動かさよ。うんとね、いろいろあってんけどね、うん、この頃遅くまで遊びすぎてお母さんが切れてしまって今月外出禁止令が出ました。だからお母さんのご機嫌取るためにいくらかください。リンゴ、うん、リンゴっ子ちゃん、どうすか。その金も絶対守れよ、お金いうことな。やるから、うん、やるから、もうちゃんと時間守って、うん、ちゃんとほら還元守らない。ええ方なんや、うん、いい人やわ。いくらあげよう。あ、いくらくれ言うとんねん。いくらかあんなら300ヤンタンぐらいやな。安っ経済観でもしっかりだって守れよ。守れよ。リンゴ子、はい、なんか男気とうさんくささが、はい、ええ感じに混ざったよな、ね、人を突っ込むのは強いけど突っ込まれて弱い、うん、弱いね。いや誰やねんお前。何だよこれ。ヒロヒロってへこむんや。誰やろ、誰やろな。そういうことだ。はい、たくさんのファックスとハガキありがとうございました。はい、ほっぺとほっぺをすり寄せて歌ってください。好きなお方とデュエットで。駆け引きと冗談が絡み合う。松原信枝、水谷浩、大阪ふれあい巡り合い。誰にでも才能はある。誰にでもチャンスはある。毎日放送主催、藤井フミヤ、藤井直之プロデュース、関西エリア限定オーディション、18歳の俺たちのように。募集するのはバンド、シンガーソングライター、ボーカリスト。詳しくは 06-357-9944 事務局まで。お笑い選択試験のコーナー。ああ、あ、あ、今週あ、そうか、そうか、録音やったから。いつもココナッツが、はい、今いるんですけども、はい、ココナッツ自己紹介。竹野ハープです。奥です。中原秀樹です。いるんですけども、はい、先週あのスペシャルウィークで外出てまして、うん、村上とかあったか。あったあったね。あれを録音したらおもろかったんで、うん、今日ももう本番前に録音しました。録音で、はい、だからあの生で喋ると思んないから、うん、じゃあなんでここにいんの。なんかどうしてもあのさっき特別に来た人が急に受けてるから悔しい。あ、そうなんや。あ、なるほどな。ずっと悔しい目で。それで中入ってきて、えらい睨んでるな。それでごついまた落ち込む顔してたから、うん、才能かなっていう顔してたんでね。さあ今日のお題は、はい、何でしたっけ。今日のは相方募集のチラシを見てきた。相方募集のチラシを見てきたんですけれども、どんなことができんねんって僕が聞いて何々です、はいはい、特技はですか。特技はです。特技はです、ね、特技はな。